では実例です父親の借金を背負い続ける彼50代の ×1 女性です離婚して10年一人暮らしも辛くなってきて婚活を始めましたたまたま大学時代の友人と連絡が取れ婚活の話をするとありがたいことに離婚すると申し出があり お付き合いを始めることになりりまました彼ははつ上で結婚歴はありません亡くなったお父さんが多大な借金を残したことは噂話で聞いていました「私は別居婚には興味がなかったので何度も確認してから交際を始めました」しかし次第に同居できない事情があるらしいことが分かってきました現在一緒に暮らしているおじさん夫婦に亡くなったお父さんは多額の借金があり本人は返済を続けながら2人が亡くなるまで同居する約束だというのです。また実ははお父さんは自殺でその第一発見者が彼 だったということも聞きました。最初に発見した時、借金やおじおばさんとの同居の本当の理由を話してくれなかったことに不信感を覚えています。また本人の性格と事情から考えると、このままお付き合いしてもですね、時間が経つばかりでお嬢おが長生きすれば、いつまでも結婚も同居もできないかもしれません。一方で今私が彼を見捨てたようにされば、どんなに彼は辛いだろうかと考えると、もう少し待ってみよう。 と思ったりもします。どうすればよいかアドバイスお願いしますというふうな相談です。でこういう相談はですね僕はあの聞いたらですね大体要するにどういうことかっていうのを考えるようにするんですけどもはい、皆さんが来る前に書いておきました。<laughs> 50 10代で10年前に離婚でです、すこの人はですね。2、同居するために婚活してて大学時代の知り合いと付き合うことになった3彼には同居できない事情があった。 後出しですけど別れるべきだと思うけど気の毒で別れるのは今ちょっと無理っていうのが、まあ、この相談の概要ですね。ね概要です。もともとこの相談は一人暮らしが嫌なので婚活してるはずなんですよ同居人を探すために婚活してるんだから同居できない事情があるんだったらさっさと別れるのが、まあ、筋なんですね人情ではなく筋なんですけどもですねこの人は嫌みたい。で嫌な理由は最後に書いてるように今私が見捨てたようにすれば彼はどんなに辛いだろうかと考えると かっこいいこと書いてるんですけども本音はね、別れたくないんですよ人間というのはあの好きだからとかいろんな理由があるもったいないからとかいろんな理由があるんだと思いますとにかく自分が別れたくないと思うから別れたくない理由っていうのを探して一応ここにカッコつけて書いてるんだと思うんですねなんでそんなあの読み方を動かすのかっていうと相談文って大体自分にもこういう悪いところがあるというネガティブなことを 必ずちょっと入れる人と絶対に入れないタイプのに2つに分かれるんですよでこの人は入れないタイプです 弱みを見せないタイプですねということは別れたくない理由は彼がかわいそうだからっていうのはちょっと僕割り引いて引くことになるんですよこれがまあ相談者を疑うということなんですけど。でつまり理性ではですねこいつと付きあっても無駄だっていうのがそろそろ分かってきてるんですけどでも感情ではでも好きなのとかですねでももったいないのでもなんかいい男なんだもんでも大学の時に彼モテてたもんとかどんな理由があるのか分かんないですけども感情的にはあんま別れたくない。自自分自身でははこの人は 理性より感情が勝っているというふうに思うタイプだと思うんですよね。なので 今私が見捨てるようにさればという建前をつい考えてしまってで面白いこと人間はですね自分自身が考えた建前に縛りつけられちゃうんですね。本当に言えば彼と別れたくないというのは多分本音なのにその建前として今は彼を見捨てたらちょっとかわいそうじゃないかという建前考えついたそうするとその建前に自分がいつもよか縛られてしまって別れちゃいけない気がするところがなんか時間はどん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 経っていくし自分は婚活するために。 婚活が同業するために婚活してるんだから焦りが生じてきて。 でどん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 早く別れなきゃっていう気がしてきてこの2つの自分の心ですねぶつかってると一つは自分自身が作り出した建て前と本当に自分の時間的な状況とこの2つがコンフリクトあの衝突を起こしちゃってるわけですでこの人はさあどうしようかと悩んでる多分ねあんまりこういう新聞とかに相談しないタイプの人だと思うんですけども、えー、相談文を寄せてきました、まあ、こうなるとこの相談者である僕の役割というのは自分自身の建て前に気づいてもらうことなんですけどもそれをですねズバッと書いて あんた本当はこうでしょうって書いても多分何にも解決しないのでですねどうすればいいのかと思ったらですねまずそんなダメ男という風に言わなきゃいけないですねところが彼女はまだこの人が好きだからダメ男って書いたら反発されるんですよでもダメ男って分かってもらうにはどうすればいいかなと思ったのでそこで僕が編み出したのがですね「そんなダメ男を見捨てなかったあなたは偉い」って最初に書くんですね。あなたたは偉いいって書いたら 彼はダメ男って書いても多分許してくれるだろうという計算から入り出すんですね。ダメ男見捨てなかったあなたは偉いでも落ち着いて考えてみようよっていう2段にしようと思って結局は第1段階では これまでの行為を褒めると、見捨てなかったのは本当に偉かったですよ、ナイス判断ですよと、で、二段目で、でももう。今、彼の行動自体をもう一回振り返って、ちょっと考えてみませんか。一回褒めてから、彼のことをちょっと疑ってみませんかっていう共犯者関係になるわけですね。まず、その相談した人と敵対関係になって、彼女が彼の味方して。僕はそれに対して文句言ってたらですね。親とか兄弟がそんな男と別れろって言ってるのと、全く同じ状況になるわけです。そうじゃなくて、まず彼女と共犯関係になって、いや、ダメ男と別れなかった。 また偉いですねって言って2人がかりで彼の行動を検証するという流れに持っていかないとなかなかこう振り返ってくれない。で第3段階でここ大事なんですけども彼とと別れることを進めないと。僕は絶対に別れた方がいいと思うんですけどもここに書かれてる状況からしたら。でもそれは 僕の勝手な判断なのでですねもし付き合うんだとしたらこういうことを覚悟して考えた方がいいよっていう提案をしようというふうに思いました、えー、なのでこの3段構えで書いたのがこういう答えですあなたは素晴らしい女性ですも多大な借金を知りながら結婚前提の交際を始めました確かにこの人すごいんですよこの彼氏に借金があると友達の噂で知ってながら婚活ですから結婚しようと思ったんですね彼氏のリスクを全部引き受けようとしたんですよその意味ではこの彼女っていうのは僕いろいろ言いましたけど度胸がある いいい女だと思いますでも私から見ると彼はそんなあなたにふさわしくないように感じますそもそもそんな事情がある人がななぜあなたたのの結婚相手に立候補ししてきたのでしょう何度も確認したのに付き合い始めた後でタイミングよく出てくるなぜできないかという不幸話の数々ついでに言えばそれらは全て彼がそう言ってるだけであってあなたが自分で確認したことではありませんよね彼の話は全部嘘に違いないと断言するつもりはありませんでも最悪の予感がしませんか父親の不幸を理由に50 過ぎて一人暮らしも結婚もせずに叔父夫婦の家に居候するダメ男なのかもこういうタイプの男性は結婚が話題に出るたびに同情させるような話題でできない理由を数限りなく教えてくれます居心地のいい居候生活から抜け出したくないのでまるで叔父夫婦の老後に自分が責任があるかのように語りますとまあこういう私の一方的な邪推を繰り返しても意味がありません大事なのは彼の現状の確認とその上でどうするかの判断です とりあえずもう言いたい僕の疑いを全部言ってしまってでもこれ邪水ですからあなたが確認するのが一番いいですよっていうふうに言うわけですね、えー、彼の家に行っておじさん夫婦と話しましょう結婚前提で付き合ってますあなたたちに借金があるため独立できないと言われました結婚したら私も借金を引き受けますので再交渉させてくださいもし彼がおじ夫婦に会わせてくれたら私の言ったことは全て間違いです謝りますその場合は優しすぎて何でも引き受けてしまう彼に代わっておじ夫婦との口約束を交渉で 再契約してください。二人の将来については彼じゃなくてあなたが主導権を持つべきです。でもももし彼がまたもや 新しい理由を出して合わせることを拒否してきたらわかりますよね彼はそういう男ですあなたの動機が今も婚活のみなら別れるべきでしょう彼と別れない理由がもう恋愛になっちゃってるならダメ男との恋愛を楽しむことだけ考えましょう考えてみれば50を過ぎて借金を一緒に背負っても構わないと思える彼に恋愛に出会えたことだけでも実はラッキーそう割り切れるならダメな彼と知りつつももう少し様子を見をしても大丈夫だと思いますというふうに書きました えー、でこれを送った時にですね編集部はですねかなり驚いたんですね。で悩みのるつぼって相談してきた人と一応コンタクトを取る場合が多いんですよ。でコンタクトを取って こういう回答が岡田さんから返ってきたけども大丈夫かというふうに聞くわけですねさすが「朝日新聞コンプライアンス」<laughs> 朝日新聞ここはここは出版社としてのですね表示というのがありますからプライドがありますからですねもし相談者から「ダメ」と言われても掲載を下げたりしないんですねそうじゃなくて相談文の方のニュアンスを変えたりしてなんかこう全般の当たりを柔らかくするとつまり僕の権利は侵害しない相談者の権利は侵害しない上でちょっと確認取るわけですよそしたらですね <laughs> 相談した人この女性50代の女性は納得してくれなかったそうですねで彼はそういう人じゃないっていうふうに言ってきたんですよでも僕の答えを掲載することは許可してくれたの心の広い人ですで新聞に掲載されましたえ1週間後編集部からですね僕のところにこんなお便りが転送されてきましたえ相談者の彼女からの直メールです「お世話になってます」「さてあれから岡田さんのアドバイスをそのまま実行してみました」<laughs> これ、後でで理由があるんですよ後で彼におじおばさんに会わせて欲しいと頼むと「今更ながら段取りするから待って欲しい」と言われその後おじおばは「会いたくない」と言ってると言い出しましたそれでは自宅に連れて行ってもらいたい外で見てるからあなただけ家に入る様子だけでも見せてほしいと頼むと無理だと言われましたそれなら免許証で住所を確認させてほしいと言っても決して見せてくれませんとうとう実は残りの借金は700万でなく7000万で、えー、おじはヤクザだったと言い始めましたあまり話がコロコロと変わるので私 信用できず別れ話を伝えました預かっていた荷物を本社へあ会社へ本人名で送りますとラインすると慌てて荷物を取りに来ました岡田さんの名札通りの展開となりまさかこのような不誠実な人柄とは思いもよらなかったので呆れ果ててしまいました僕はこれを読んだ時にちょっと呆れたんですよまさかこのような不誠実な人柄とは思いもよらなかったので呆れ果てるとそれは自分の判断力を呆れ果てのよ <laughs> <laughs> 多分これね新聞で相談文を読んだ人ほとんど全員この男ダメだって分かってると思う でも本人は気が付かないです面白いことに。でこの呪いみたいなものをちょっと外してあげると急に動けるんですけどもなかなかこれが外れないんですよね。と思い出すと最初から何事も自分からはっきりと言わず私が推察していった言葉を利用して嘘を重ねていた印象です。いい年をして相手の本質を見つけずすっかり舞い上がっていた自分自身も不甲斐ないですが嫌なら断ればいいだけのことでさえ 自分で言わず相手から言わせるように仕向けるやり方にも情けなくなりました。ちなみに占い師によると何度も同じようなことをしている奴らしく男女を問わず借金して踏み倒しているのがかなり悪い奴らしいです。この審議のほども私は調べようもありません。またそもそも彼が今誰と暮らしているのかと等々うう判明しないままです。以上のような結果となりましたが人は歳月を経るとどのように変貌していくのかわからないといういい勉強をしたと思います。でも楽しかったということもありお金の被害はなかったので私は占い師が言うほど悪い人にも思えない。やっぱりちょっと甘いかもしれません。 ききっかけをいただきました。だましお手数ですがお礼申し上げていただけましたらお伝えくださいと,、えー、ということで,ですねちゃんとした結婚相談所に登録しよ,うしようと思いますというふうに書いてありました。つまりこの人ですね僕の相談を読んだと書い回答の時は納得できなかったのでで占い師に「っ!」 <laughs> その方で信用ならんよというふうに言われてそれで僕が書いてることを確認してみたらやっぱりそうだったと解決したからよかったんですけどもですね所詮新聞のですねさっき僕はとうとうと自分の理屈を話し推理を話しそれが当たっただろうみたいなまるで自分の手柄みたいな話し方をしましたが人生相談においてロジック理屈というのは占い師に負けるんですよ所詮は。<laughs> その程度のもんなんなですね えー、あとまあまあまあ反省してないなとかですね、まあ、でも、まあ、この人は別に結果としてうまくいってるわけですから全然問題ないんですね反省する必要もないとさっき僕が話したじゃあなんで自分は騙されたんだっていうのも僕はもうそんなもんあ,のある種の呪いみたいなもんだと思ってるし角曲がる時に石に結まずいたみたいなもんだと思うから原因を特定して自分を反省して行動を直そうなんて50過ぎて考えなくてもいいんですよ。50過ぎてててそんんななこと考えなくくもいいいからです、ね、ら今うまくいってるんだっるだたら問題ない このようにですね、新聞の人生相談というのはですね、相手に納得してもらえるとは限らないんですよね。でもその人の役に立たないと意味がない。この辺りの加減が難しいんです。相手に納得してもらう必要はないんだけども、でも役に立たないと意味がないので、時にはですね、その人があんまり聞きたくないことみたいなものも言わなきゃいけないわけですね。